か。役割りきかと思ったら88ですね。1400万円。ちょうど前
らですね、どこを作業するか、どこを作業しないかっていうのも自動的に計算して、作業していく形になります。今ですね、エンジンの回転数、回音がですね、少し小さくなったのが分かるかなと思いますけども、実際作業しているときはですね、作業機が自動的に上がって、で、次の作業の準備に移っていきます。で、今回はですね、隣接、隣の上を、隣同士、隣を植えていくという作業を、行っていきますので、このように無人で自動的にバックもしていきながら、次の上への準備を行っていきます。で、このロボットトラクターですね、RTK という位置情報の測位の方法を使っているんですけども、RTK っていうのがですね、衛星からの情報と、携帯電話をはじめとした通信をするものをですね、使って、補正ですね、位置情報の補正っていうのをしながら、誤差2、3センチへの作業を行っていくことで、より高精度な作業を実施することが可能です。
できるのかどうかっていうのを皆さんご確認いただければなと思います。機嫌整理ができましたらね、次の作業をしていきたいところに手動で合わせていきます。今回はですね、切り足を作ったところとほぼ同じところを持って戻ってきております。実際にですね、今オペレーターさんのご確認いただくときばなしで飛ばしがですね、終わりましたので。